14プラス。どうもこんにちは、まみよしです。前回の動画でこちらの iPhone 14 Pro のモックを使って iPhone 13 Pro とね、大きさとかカメラパンプの比較で、そしてケースとフィルムのデビューしたんですけども、今回はこちらの14 Plus のを使ってカメラの部分どう変わったのかとか、あと大きさとかを紹介して、で、その後はね、ケースのデビューしていきたいと思います。やっていきましょう。ということで、まあ iPhone 14 Pro と14 Plus 比較するとこんな感じでね、一回り大きい感じになってます。まあこちらに関しては iPhone 13 Pro Max のサイズとほぼほぼ一緒ですね。ただカメラ部分が小さくなってます。で、今回ね、iPhone 13 Pro Max 持ってないので、この iPhone 13 mini と比較していきます。ミニシリーズと重ねるとこんな感じの大きさ、もう全然違いますね。子供と大人みたいな、そんな感じの大きさになってます。でね、持ち心地に関しては、まあ、13ミニはめっちゃ手にフィットする感じ。やっぱこのミニサイズね、結構日本人に合ってると思います。特に手の小さい人とかね。もう端までこうやって届きますね。で、それに対して、この14プラスに関しては、結構でかいね。片手で、まあ、握れるけど、上までは全然届かないです。こう。無理だね、これは。なので、僕はね、昔12 Pro Max 使ってたんですけども、そういった時はね、アイリングとかをつけて、指をこう通して、ここだけで支えて、こうやって端をタッチしてました。なので、このね、プラスシリーズを選ぶ方に関しては、アイリングとか、リングはね、必須になります。で、そしたら、カメラ部分ちょっと比較していきましょうか。カメラ部分に関してはね、あ、ちょっとでかくなってるかな。まずは13ミニから。横幅が、だいたい 2.8 かな ?2.8 で、縦が2.9 かな、横 2.8、 縦 2.9 です。さあ、それに比べて14プラスは横が、あ、ちょっとでかいかな、やっぱり3から 3.1 っていう感じ。こっちは 3.1 か、 3.2 だな。 3.1、 3.2 かな。この無印シリーズに関してはカメラパンプのね、大きさ変わってないと思ったんですけども、センサーがね、少し大型化してることによってちょっとね、でっかくなってますね。で、そしてカメラの出っ張りはなんか増えてる気がしますね。この出っ張りに関してはケース作るときあんまり関係ないので、まあ大体ということで。そしたら次、側面見ていきましょう。側面に関しては電源ボタンの大きさはまあ大体一緒。ただね、位置は変わってるかな。ちょっとこれミニとのサイズ比較なんでわかんないですね。まあ電源ボタンの大きさは一緒。で、マナーモード、音量ボタンの大きさもまあ一緒かな。ちょっとでっかくなってるような感じもする。位置に関してもまあまあ一緒かな。で、シムトレートのこの間隔も一緒ですね。あとは、下か。下に関しては、この穴の数違うんですけども、これはもともと Pro Max とかもこんな感じだったと思うので。で、スピーカーの音質に関してなんですけども、スピーカー音質に関してはやっぱりね、Pro Max とか、プラスとかね、大きい方が音っていうのが良くなってきます。ただ、めちゃめちゃ変わるかって言ったらそこまでではないですね。っていう感じの比較でした。そしたらね、今回もケースクーのケース紹介していきます。で、前回はね、高透明度ケースと全面保護ガラスフィルム紹介したんですけども、今回はですね、マットケース紹介したいと思います。まず一つ目、マットブラックです。オープン!さあ、中身は前回と同じようにスマホスタンド、そして、ステッカーですね。あとケース本体がこちら。おー、いい感じだね。後ろはマットなブラックで、素材に関してはポリカーボネートだな。で、側面に関しては TPU になってます。ここのカメラの部分は、あ、ここも TPU だな。で、電源ボタンもしっかり守られるタイプで、音量ボタンもそうですね。マナーモードのところがあって、ストラップホールもあります。下もライトニングの部分は大きく切り取られてるので、社外製のね、ライトニングケーブルでも大丈夫だと思います。ちなみにね、ここにケースクーっていうロゴが入ってますね。表面は特になし。で、側面にも今回のやつはケースクーっていうロゴないですね。そしたらつけていきます。よし。おー。うん。ぴったりです。やっぱりあれだね。今回の iPhone 14シリーズに関してはカメラパンプが結構厚さがあるのかな。なので、ここのね、盛り上がりっていうのも13シリーズのケースと比べて多くなってますね。で、フィット感は抜群だね。特になんか浮いてるとかもなく、しっかりハマってます。で、マナーモードと音量の上げ下げをしやすい。で、ストラップホールね。端子部分もしっかり合ってるし、電源ボタン。うん。これも普通に押しやすいね。ですごい、めっちゃ細かい点見つけたんですけども、この受話口の部分が、ちょっとだけね、くり抜かれてますね。なので、ここをね、覆っちゃうっていうこともないので、これね、めちゃめちゃ気遣いされてますね。これすごいわ。で、ケース置いた時は、まあ、ガタガタ感はあるっちゃあるけど、
気になるほどではないかな。左上を押さなければ全然グラグラしない感じになります。で白につけるとこんな感じ、まあ、このマットブラックに関してはミッドナイトとかスペースブラックとかそういったね黒系の iPhone につけるのがいいかなと思います。続いてクリアケース開けていきましょう。オープン。こちらはあれ、ちょっと開けていきましょう。これがねマットクリアのケースですね。これがケース本体。これちょっとさっきのケースと違うな。まずこちら、アルコールパッドとか2枚入ってます。ケースのステッカーも2枚あって、すごい、これなんとガラスフィルムも2枚入ってます。なのでこれ1つ買えばケースもフィルムもついてくる。これめっちゃすごいじゃん。じゃあちょっとこれ貼ってこうか。アルコールで拭きます。でクロスで拭きます。はい、綺麗になったのでフィルム貼っていきます。今回はね枠がないので自力で貼んなきゃいけないね。ちょっとじゃあ貼ります。前にホコリ除去。で空気が入ったら指で押し出す。よし。あ、意外とね綺麗に貼れるね。うん、こんな感じでね縁とかも、まあ、枠を使わなくても割と綺麗に貼れるかな。ここ空気入ってるんですけども、しばらく経ったら、抜けると思います。これはで、前回の動画でもねちょっと思ったんですけども、これガラスのね滑りが結構いい感じです。何にも貼ってない iPhone と遜色ない滑り心地なんで、ちょっとねこう引っかかりが多いフィルムが嫌だっていう人にも結構ぴったりかなと思います。でそしたらねこのクリアケースにはめていきましょう。カメラ部分もしっかりぴったりですね。で後ろに関してはちょっと曇る感じだな。これでもね全然背面っていうのが見えるので、クリアだったらねどの色の iPhone にも合うかなと思います。で電源ボタンも押せるし、マナーモードもしっかりいじれますね。であとはストラップホールもあって、ライトニング部分とかも全然 OK ですね。なのでね背面が見えるケースが欲しいという方はこのねマットクリアケースいいと思います。裏面はね結構サラサラな感じです。このサラサラがいい人もこのマットケースいいかもね。あ、ちなみにねこの保護ガラスとのクリアランスっていうのも完璧って、全然干渉してないですね。完璧です。ということでいかがでしたでしょうか。前回の動画と今回の動画で iPhone 14 Pro そして14 Plus のフィルムとかケース紹介してみました。ケースに関してはね今後いろんなメーカーから出てくると思うんですけども、発売日当日からつけないとすぐにね傷とかついちゃうと思うので、今のうちにねこのケース買って iPhone 到着まで準備しておくのがいいかなと思います。概要欄にリンクの方貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。以上、バイバイ。